おやっとさ、鹿児島ニアのフールです。鹿児島弁でマザー、続きをやっていきたいと思います。バレンタインの街まだ散策しきってないみたいなところですね。このお医者さんは良心的かな、ちょっと確認しとこうかな。はいはい、1人92ドル。おー、まあ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 。葬儀は呼ばないだけまだ。病院が結構小規模だね。4床しかないね。で、頑丈なのかな、この街の。あ、ライブハウス。この人、洗車を壊したな。ですよね。私の大事な洗車をおろ。ごめんなさい。洗車の修理費を弁償してくれ。200ドル。あ、え、風邪薬、うがい薬より安い。はい。あ、よかった。いざさ。なんか振り向いたぞ、一回。足りるの ?200 で。もっと払うよ。ライブハウスのチケットある1200ドル。いいえ。これは、あれ、ダフ行為ですな。チケットがいるとかな?あら、チケットがなきゃ入れない。デパートに売ってたね。その前に、いちご豆腐渡しに行こうかな。はい、着きました。よーし、人数分持ってきたぞ。いちご味の豆腐を食べたことあるかな。はい。この見つけたら持ってきましたよ。いちご豆腐を使う。おお、いちご味の豆腐だ、ありがとう。ではお土産にいいものあげよう。何?何くれたの?愛の言葉。なんだと?どうすればいいの?食べるの?どう使うのこれ。愛の言葉。男性ですよね、あの人。食べる。食べれないの?何に使うんだろう。何も使う。戦闘中かな?おい、助手。はい、いちご豆腐が。はい。おーおお、嬉しゅうござる。この呪いの言葉をお持ち帰りください。なんだぞ、この野郎。言葉をあげるのか。はい、持ってきたよ。お、いしそう。お、いしそう。ありがとう、お礼に耳寄りの情報あげようね。ホーリーローリーマウンテンの湖にすっごいロボットが沈んでるんだ。多分まだ動くはずだ。ほう、ホーリーローリーマウンテンの湖ね。大したものもらってない気がするな。途中に使ってみるか。こいつに使うの嫌だな。使ってみますか。はい。ちなみに呪いの言葉も使ってみよう。これスタート。好き。そんだけ。あー、麻痺してしまった。愛の言葉、本当に愛の言葉だな。ってことは呪いの言葉はあれかな。しっことかな。呪いの言葉を使ってみたい。呪いの言葉、嫌い。あ、そっちか。そっちね。ヘイトの方ね。じゃあ、お引き取り願いますか。何なのあれ。なんか特定の敵に使ったらいいとかそういうことかな。じゃあ次はライブハウスかな。バラエティグッズ
350ドルでしょ。1200ドルで売りつけようとしてたよね、さっきのやつね。1個でいいのかな、1個でいいのかな。ライブハウス、あれ、これか。すごいね、ライブハウスってめっちゃ書いてあるな。はい、こんにちは。あら、チケットがなきゃ。あるわよ。ライブのチケット。楽しんでって。コロコロちゃん、いや何、帽子に名前書いてた。あ、びっくりした。わ、危険ですよ、それ。もうこのご時世。すいたらしい人。フンフールっていうの、ビールを俺は飲んで。あー、ははー、どうしよう。なんか、いけない気がするけど。はい。お、なんだ、うふ、あはは、タイミング悪い、待って、逃げて、未成年だな、補導する、わあはは、いいタイミング。 お前も武器密輸みたいなのしてたじゃねえかよ。そう、やめておけばよかった。立ち止まらないでさっさとだらけ。あ、すいません。あ、こいつ別か。結構苦労した顔してるな、お前。あ、なんだ、止めてくれたのか。反省したか。はい、すいませんでした。もう二度としないなら帰ってよろしい。危ないものは預かっておくからな。武器を取り上げる。なんだと？いっぱい持ってるぞ。ん？もしかして。あは、俺のブーメランが、あ、俺のだけ。めんどくせえ。あ、もしかして。なるほど。足元見やがって。ちくしょう。いや。しばらくいや。どこで買ったっけ、もう覚えてねえよ。そしてライブのチケットももうないんじゃん。あー、めんどくさい、もうまた買いに行かないといけないじゃないか。よっしゃー、戻ってきたぞ。ブーメラン、あ、ブーメラン買った。ブーメランを、待って、のみとしらみを渡し、ブーメランを渡され、ブーメランを装備、よし。ちなみにあのサンクスギビングまで買いに戻ったんですけど、ブーメラン同じ値段でした。すごい面倒くさかっただけでした。よし、ビール飲まないぞ。もうさっき見せたじゃん。はい、ちょっと姉さん、グレイスは山の化け物に両親を殺されて、あ、かわいそうに。それまで優しくてひょうきんな子だった。暗い過去が。楽屋を覗いちゃダメよ、ドイライミン。あ、フリーですね、それは。こんにちは。着替え中だよ、エッチ。ドエライ、こっちゃ。あんたたちも歌うかね。お、はい。すごいな。即興。じゃあ、景気のいいやつをやってくれ。わー。すげえ、度胸あるな、この子たち。ノリノリだぜ。ステップまで踏んじゃって。いいんじゃない、結構会場ノリノリじゃない。こっち向いてる人が一人もいないけど。いいね、踊れてるね。
ごいよ、未成年なのに即興で会場ロックしてるよ。もうためもありいいね。誰もこっち見てなかった。あ、誰か来た。いい歌を聴かせてくれたな、サンキューを。どういたしまして。お前たちか、俺の仲間を可愛がってる。あ、そうですね、はい。許さねえ、リーダーどいつだ、思い知らしてる。BB 団のボス、なんか手になんか持ってるよね。お、何、 PSI 使えないのか。あ、サシってことね。おー、どうだ、防御力強いな、おい。おい、PK ビームで一撃なのに。あ、え、あ、イベント戦か。あはは、大したやつだ。プールって言ったっけな、ドローにしねえか。はは、いや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 、親父とお袋の仇を取りて一緒に山へ行こうじゃないか。はい、そうか、きっといい不良チームができるぜ。乾杯。あ、ダメ、乾杯はいけません。おい、そこのメガネ野郎、お前は戦いに向いてね。ポンさん言われてますよ。しばらくここで体を休めてな、荷物は俺が借りていくぜ。ほう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 。あっ、ははポン、3人しかパーティー組めないのね。あ、そう、あんたたちも歌うかね。いいです、もうシャイな子、今歌ったでしょ。ああ、ポンどこ行ったんだい。あ、もう出ますよ。ああ、そうそうそう。あれ、まあ急展開ですな。ポンどこ行ったんだろう。そうですか、そうですか。まあちょっと取れ高が心配ですけど、まあね、歌ったし、グレイスさんが仲間になったし、グレイスさん腕っぷしがすごいね、いい体してるね、すごいな、しゃくれてるね、リーゼントだね、すごいな。どういう格好してんだ、赤のレザージャケットかな、レザーベストかな。ってことで、まあ今回はこの辺にしておきますか。鹿児島ニアのウルでした。次回ちょっとどうなるか分かりませんけども、お楽しみに。バイバイ。